次いきますか、まあ僕が今年の第1位ですね洋楽の「ハイエイタス海王テのニューアルバムを買いましたそれから今年の8月ですねまたしても NPR 室内ライブの「ハイエイタス海王手」がまあすごすぎたと <laughs> いうことですねこれですねバースン いやもう素晴らしいですこのアルバムまあちょっと大きく出しますねこれサードアルバムになるんですけども最新アルバムではいどうすっすかなハイエータス海っても多分あんまりメジャーじゃないから知らない人多いと思いますよねちょっと基本情報を言いますね2011年オーストラリアメルボルンで結成2012年にファーストアルバムが出ると独特の世界観ですね 僕もこのバンドを知るきっかけは5年前ぐらいに見たやっぱり YouTube で見たライブの映像ですね。バースンと、まあ、ちょっと大きく出しますね。 ハイイタスカ海ーテのセカンドアルバムですね2015年の Choose Your Weapon っていうセカンドアルバムですねこれに入っている b y f i r e っていう曲があるんですよこれがまた変な曲でああああ ダメな口じゃみせんきましたねもう完全に頭のおかしい人になってますけどでも本当にこんな曲なんですよただ僕のこの「口じゃみせん」じゃすごさが伝わらないと思いますけどものすごくかっこいい曲なんですよ。でままたドラムがうい ものすごく。一箇所ちょっとたまげたところがありまして、この曲で。て、つっとんつっくんでけでけでけ、でけでけでけっていう、このリフが A メロの後ろで鳴ってるんですよ。てん、つっとんつくんでけでけでけ、でけでけでけ。てん、つっとんつくんでけでけでけ、でけでけどどどどっつって、ある一箇所、まあ前半の方なんですけど、バスドラの三連打がどどどって入るんですよ。で、当然、それ一箇所しかないから、手癖っていうか足癖 で僕はドラマが入れてんかなって思ってたんですよくよく聴いてみたら「ドドド」に合わせて鍵盤がミヤミヤミヤっつって反応してんですよでベースも「ベベベ」ではないですけどブインビビみたいな感じでまあ一応そこも反応してんですよこれうーんと <laughs> もしかして決めて入れてるって思ったんですねレコーディング音源を聴いたら入ってんですよ「ドドド」ってやっぱり同じ箇所で w イファイアの他のライブテイクを聴いても同じ箇所で「ドドド」って入るんですよ決めてるぞと だから雰囲気や足癖とか手癖とかの流れでなんとなくじゃないんですよねきっちり決めてやってるとびっくりしてよくやれんなと <laughs> だからまあ上手い人とかねできる人からしたら当たり前のことなのかもしれませんけど、まあ、僕からするとすごいなって感じましたねだからもちろんネイパームさんのギターも素晴らしいんですけど鍵盤とドラムとベースのこの3人の持つ まあ、作り出すグルーブ、その音の鳴りとか、シャレじゃなくて成り立ちとかが、本当にすごいんだなって感じましたね。びっくりですよ。4人バンドなんですけど、ドラムはペリン・モスっていう方で、キーボードがサイモン・マービン、ベースがポール・ベンダー、で、こう1点、ボーカル・ギターが、 正しく本名を言いますとナオミ・ネイパーム・ザールフェルトっていう方なんですよ。まあ、ネイパーム、ネイパームって呼ばれてる感じですけど、もう全員めちゃくちゃ上手いです。だから、ソウルも感じるし、ロックも感じるし、プログレムも感じるし、R&B みたいなのも感じるし、ジャズも感じるし、そしてそれを全部ひっくるめて、なんか未来派近未来みたいな感じで表現したようなバンドなんですけども、もう見ればすぐわかります。特にドラムのタッチは、 めちゃくちゃ軽いタッチなんですけどやってることがものすごく上手いです。本当に「えどどうやった今」みたいな「えどこで今入れた?」みたいな。<laughs> 感じもう真似できないですね。で、そのバイファイアーっていう曲なんですけど、今僕が口じゃみせんで言った後に、う <noise> みたいね、なった後に、なんだろうな、あれ、感想なのかな、うん、まあ感想ですね。鍵盤が、でれけてけとく、でけでけとくとく、でけでけとくとく、でけでけ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 とく、これを、

と分かりにくいかもしれません。でですね、僕はこれまたちょっと前にですね、サードアルバム、ムードバリアント、最新アルバム、今年の6月に出たんですけども、これまた意味不明のジャケですよね。あ、そうか。このセカンドの僕はこのマントヒヒみたいなイラスト、最高に好きなんですよ。このセカンドアルバムのアートディレクターですね、デザインはロクサヌスリミックっていう方でして、調べたらかなり の仕事量をこなしているデザイナーの方でしたが僕が持っている他のレコードとかはなかった です何、ね、ていうのかな他だとメジャーな人だとヨーヨーマとかねああいうなんかチェリストとかピアニストとか割とねクラシック畑のジャケが多い方で,でソニーが多いので多分ソニーにもともとはいたデザイナーなんじゃないかなって思われますけどで僕が大好きって言ったこのイラストですねこのカバーアートワークをやった方がリニアス・リンボーイザ ランチボクサーというものすごく変わった名前が表記されてましたがやっぱ他はどんな絵を描いたりとかどんな仕事してるのかは調べられませんでしたねで写真はウィルクという方ですねでこの方も他の仕事はちょっと調べられませんでしたこれ最高のアートワークですよこのサードアルバムのジャケットのデザインがまたこれ全く意味わかんない意味不明 <laughs> で一応ですねアートワークの表記はエイミールっってていう方の表記になってました調べたらやっぱりこの方も他はちょっとね一つしか見つけられませんでしたね音楽関係っていうかジャケット関係の仕事は。なんか元々は写真家 多いい人みたいですよそれからコラージュデザインですねこのアルバムのコラージュはベースですねバンドのベースのポール・ベンダーがやってますまサードアルバムに戻りますけどそんなわけでこのアルバムが6月に出た後に8月にですねやっぱりこれまた NPR の室内ライブがあるんですよ今から画像を見せますなぜなら美術がすごすぎるんですよ最高ですもう独特 <laughs> はい、で独特すぎるので今からあまりにも美術がかっこいいから出しますけどそこでやる5曲は全部このアルバムに入ってましてそのライブを見た後これをアルバムを聴いたらなんかね良さが10倍こうなんか体に染みこんできたっていうかまた繰り返しになっちゃいますけどちょっと。 と彼らの音楽って難しいんです、ね、なんでですすねななけどなんかねライブを見たら本当全部の音が僕に向いてくるような感じに聞こえて一つ一つよく拾えたから説明欄にもちろん公式が上げてるっていうかね NPR が上げてるのを貼れば多分問題ないと思いますから貼りますけど情報量もすごいから僕今からライブの風景を全面表示で出しますので一緒に見ません ね、ちょっとお付き合いくださいまずこの絵から始まるんですねで我々日本人だと分かるものも置いてありますちょっと説明を表示しますね左からいきますか一番左なんか白い車にペイントしてありますよね黒で文字が書かれてますこれは最新アルバム収録の「REDROOM」っていう曲のミュージックビデオに登場する車のミニチュア版ですねでその横にこれどう見ても「ドラゴンボール」に出てくるキャラクターですよね すいませんあの僕恥ずかしながら「ドラゴンボール」1回も見たことないんですよ。はーい 鳥山明先生って言ったら僕の場合「どうした?」ってやっぱりドクタースランプなんですよドクタースランプの衝撃たるやですよまあ絵も上手かったし今まで見たことないなと絵もね内容も衝撃でした僕中1でしたけどだから「ドラゴンボール」はもう僕の中だと絵が変わっちゃってあ鳥山明先生変わっちゃったなっていうのがすごく大きくて見たことないんですよで調べたらこれ「チャオズ」っていう餃子って書いてね「チャオズ」っていうキャラみたいで ですねでその横の黄色い手袋をはめてる太ったキャラこれも僕知らなかったんですけど同じく「ドラゴンボール」に出てくる魔人ブーっていいうキャラみたでですねでその右横緑色のちっちゃいいテレビこれはバンビでしょうね。 ディズニーのね、どう見ても。その横に猫がいて、中央あたりかな、フライング V のギターのおもちゃっていうか、ミニチュアが置いてありますね。ボーカルのネイパームさんがね、フライング V の形のギターを使っているということで、そのまんま中央の上行っていただくと、これなんとなくですけど、富士山っぽくないですかね。じゃあちょっとそのフライング V の右に行っていただいて、地球儀があって、 地球儀の右下に二つキャラがいて、それの右がキューピーちゃんですね。その横が多分これ象はこれダンボですかね。ちょっ。 ちょっと毛っぽいかな、耳がね。耳なのか毛なのか怪しいですけど、その段ボらしき像の真上ですね。これどう見ても、千と千尋の神隠しに出てくる顔なしですよね。さすがにこれは僕もわかります。で、一番右端の黄色く光ってるのがこれバンビですかね。ということで、この絵がずーっとね、引いていくんです。ずーっと引いていって、この絵になります。 はい。これがその室内ライブの全貌ですね。で、これもちょっとわかりにくいので説明の表示を出しますね。はい。一番じゃ奥の左から行きますか。ペリン・モスドラムですね。で、その横、右横にいる水色地帯のところにいるのがベース。ポール・ベンダーですね。ペリン・モスとポール・ベンダーのちょっとアップ目の画像行きますか。はい。 なんかサメが浮いてますね。はいでその手前行きますか？なんか取りますね。<laughs> 鳥鳥 鳥人間みたいいなのがいます、ね、で、これ、かぶり物して、ただライブ中、揺れてるだけの、まあ、エキストラっていうか、まあ、鳥です。調べると、バーズって書いてありました。で、やってる方が、ダニエラ・ルカッティっていう方と、バット・ケリーっていう方です。で、この、鳥人間たちのアップが、一回も残念ながらなかったんで、次行きますね。そしたら、中央の緑色のところ行きますか。サイモン・マービン、鍵盤奏者の方ですね。 でこのサイモンマービンさんのアップ画像いきますねはいこれどう見てもトトロに出てくる猫バスですよねだからもう完全に多分日本文化好きなんでしょうねメンバーはでその隣ですねなんか黄色い被り物みたいなのかぶってるがみたいな キャラいますよね。この方もメンバーじゃないので、エキストラ。ただ揺れてます。ただ揺れてんですよ。ちょっとじゃあ、このガ人間のアップ目っていうか、全体がわかるのいきますか。この感じなんですよ。最高じゃないですか。意味不明の木馬に乗って、ライブ中揺れてんですよ。まあ、いい感じ。なんとも言えないイメージですよ。調べたら、キキめぐみさんっていう方がやってらっしゃって、モスマンって書いてありました。カッコモスマン。で、モスマンって何 んだとこれモスラのパクリかなって最初僕は思ったんですねそしたら全然そんなことはなくてですねモスマンって検索したらウィキペディアがありましてアメリカで発見されたうーんこの世にいない生き物だ日本で言えばツチノコとかなんかネッシーとか <laughs> そういう類の生き物らしいです。そののモモススママンン説明いきますねモスマン モスマンは1966年頃、アメリカ合衆国ウェストバージニア州ポイントプレザント一帯を脅かした謎の未確認動物、UMA、宇宙人のペットであるとの説、エイリアンペット説もある。地元の住民はこの UMA を単にバード、鳥と呼んでいたが、一般にはアイバン・サンダーソンが造語し、マスコミを通じて広まったモスマン、カガ人間。<laughs> という名名の方が有名である体長は約2メートル腕はなく背中に大きな翼を持つその翼を羽ばたかせることなく自動車よりも早く飛行する目撃者の多くはモスマンを一瞬しか見ておらずモスマンの顔はあまり詳細まで覚えてはいないが目がギラギラと赤く輝き目と目の間隔が大きく開いていることだけは多くの目撃者の証言が一致しているネズミやコウモリに似たキーキー という泣き声を発したという証言もある。まあ、あの、今のキーキーは僕がね、想像でやっただけで、実際は合ってるかどうかわかりませんけど、まあ、そんなモスマンという役柄だそうですよ。で、このモスマンなんですけど、すごくこれかっこいいです。単純にビジュアルだけ見ても。and we go gentle っていう、 てみわるウェルラインっていう曲があるんですよ。もう激渋なんですけど、それの mv にまんまこのコスチュームを着たボーカルのネイパームが出てきます。ネットの記事で見たんですけど、その mv の方に出てくる？足の部分は？ 毛がモサモサしてる質感のブーツみたいなのを履いてるんですよで。そのブーツは自分でリメイクしたって言ってましたね。だからこのライブの美術も割とネイパームさん中心にお手製っていうかね、自分たちでやってんじゃないかなっていう気がしますね。モスマンの手前行きますか。これエイリアンズってなってまして、これどう見てもタコ人間みたいなイカ人間みたいな、ちょっとアップにしますね。はい。いやもうしっかり。 しっかかりりり作んだエイリアンの被り物じゃないですか最高ですよ。また全体に戻って、モスマンの右横に白い頭で目がでっかいエイリアンいますね。まあ、これもエイリアンズって書いてあってですね。 ま、あアップいきますか。これもよくできてますよね。だからこれわけわかんないエキストラがライブっていうかバンドの演奏中揺れてるってなんか最高じゃないですか。一切歌ったりしません。コーラスもしません。で、これね、名前も出てんですよ。誰がエキストラをやっているか。ただ、マリッサ・マターっていう方とサム・カゼッチっていう方なんですけど、ただこれどっちも被り物しちゃってて素顔がわからないから、どっちがどっちかわかんないですよね。ただ、マリッサ・マターっていう名前は多分女性 ぽいですよね、そうすると手前のイカ人間みたいなエイリアンの方がそのね曲中ふにゃふにゃ動いてる動きがちょっと女子っぽいんですよ。だから多分イカ人間の紫色の方がマリッサ・マターさんかなで後ろにいる白い頭のエイリアンの方がサム・カゼッチっていう方だと思われますとこの白い頭のエイリアンは後半「ゲットさん」っていう、まあ、ノリのいい曲アルバム中一番僕が好きな曲だったりしますけどなんか 立ち上がるんですよその曲の時にでおなんかやるかなって思うじゃないですか一瞬変なサックスを手にしてんですよよく見ると 手作りで作ったおもちゃのサックスみたいで、多分実際に吹いても音は鳴らないんだと思われますけど、まあ結局吹きませんと。揺れてるだけです。でえ、次が奥の右側ですね。3人並んでるのがあると思うんですよ。その3人、左から行きますか。ロン毛の黒髪の方ですね。この方がローラー・ークリストフォリですっていう方ですね。この人はコーラスです。で、真ん中がアレハンドロー・ サイレントジェイアバポっていう方でコーラスもやりますけど鍵盤もやると。 で、一番右端がジェイス・エクセルっていう方で、この方もコーラスですね。なんか、すごくコーラスワークが凝ってる曲、コーラスアレンジも素晴らしい曲が多いから、このライブを見ると、すごくやっぱりコーラスでかいなっていう感じがしました。でですね、この一番右端のお三方の下ですね、だるまが見えますよね。で、なんか、でっかい器みたいなところに祭り、 っていう感じですよね、多分これね。まあこういうとこからも日本の文化に影響を受けてるなとか。だから、だるまなんかは多分これまた千と千尋を見て、だるまの影響を受けたんじゃないかなとかっていう気がします。一番最後になりましたが、その白い頭の手前に座っている方ですね。この方がネイパーム。 バンドの中心、ボーカルですね。曲はね、バンドのメンバー全体で作ってるみたいなんですけど、ということで、この全体の絵から、またずーっと画面が中央のテーブルに寄ってって、最初のテーブルの上のチャオズとか、顔なしとかがいたテーブルのアップ でで終わるんですよだからライブといえどもまあ18分ぐらいのライブなんですけどライブといえどもなんか一つの映画を見てるような構成になっていると頭とエンディングで同じ絵で挟み込むまあこれブックエンドっていうんですけど、まあ、ブックエンドの見せ方になってると素晴らしいですよでですねこの最新アルバムの話なんですけどまずね僕これを見た時にこの情報を知った時におおさすがだなって思ったことがありますはいバースン アルル・トゥールベロカイです、ね、まあこの人は音楽好きの人だったら知ってると思いますまあ大きく出すんでしまいますけどアルトゥール・ベロカイこのアルバムはもう本当に伝説のアルバムって言われてましてとにかくブラジルではもう有名なプロデューサーなんですよでこのアルバムも全曲良くて素晴らしいもう名盤ですで僕これね一回だけ現物っていうか僕が買ったのは当然再発です 確か中古で1000円ぐらいで買ったんですけど、オリジナル版を1回だけ見たことあるんですけど、もうちっちゃい個人の、まあ、某レコード屋さんで見つけたんです。もうほん 言っちゃ申し訳ないですけどやる気ないレコード屋さんで客も1日2人来ればいい方みたいな完全にピンポイントでもう病気の息いっちゃってるレコードーの人だけに向けて商売してるっていうのがもう歴然と分かるレコード屋さんだったんですよで壁に貼ってあって値段なかったから聞いたんですよ値段したらあの決まってなくてまあ20万から30万は必ず確実にしますけどどうしますって聞かれたんですよ <laughs> ごめんんんななさいですよそんなもんでそのねアルトゥール・ベロカイさん僕何で知ったかなんですけどこれですねさっきのアルバムがファーストなんですけど1972年に出てこれが2007年に出るんですよなんと35年ぶりにセカンドアルバム <laughs> で、これはですね、出た時は、アナログレコードのまだ再燃とかなくて、2007年ですから、CD でしか出てなかったんですよね。なので僕は CD を買ったんです。だけども、このアナログブームを受けてですね、2007年から10年後の2017年ですね、10周年ということで、アナログの再発にもなったりしてますし、あと、サードアルバムがベロカイさんは2016年に出てまして、僕ね、 買ってないんです。で、YouTube に上がってるから聞いてみたら、やっぱり良かったので買ってこようかなっては思ってますね。で、これを僕は聞いて、すげー人いんなと思って、まあ知ったんですよ。で、このアルトゥール・ベロカイさんと僕はちょっとやりとりしたことあるんですよ。このアルバムの中に入ってる一曲、これがまたね、ブラジルだから読めない。なんて読むんだろう、これ。イクワロ・ファズ・フィット・アンセムチ。わかんないっす。<laughs> っていう曲があってですね、昔ね、もう10年ぐらい前です。僕は YouTube にアップロードしたと。まあ、僕そんなことばっかりやってたから、もう何度もチャンネルごとね、消滅、抹消されてんですよ、YouTube から。<laughs> そんなことも今言っていいんかなまあいい,いいかなもう昔の話なんでね。はい。だからもう今やってるね、この僕のチャンネルも4回目ぐらいなんです。で、それを上げてたら、アルトゥール・ベルカイ本人から、まあ、ちょっと 苦言じゃないですけどうにか僕はポルトガル語かスペイン語かどっちか忘れちゃいましたけど訳して返したんですよねそしたらねなんか優しくこの曲の意味とかタイトルの意味とかを教えてくれてたんですよただねもう10年近く前なんで一切覚えてない <laughs> <laughs> なんて言ってくれてたか。結構ね、だから、YouTube ね、ミュージシャンの方、本人がやってることあります。僕、その時だと、5代後のドラマですね。トミー・シュナイダーさん。あの人のそのアルバムを持ってて、一曲かっこいい曲があって、それをやっぱり勝手に上げてたんです。そしたら、本人から、君タイトルのスペル間違えてるよって突っ込まれて。<laughs> その時は、YouTube 上で、えっと、メールのなんかいや、なんだろうな。メールが直接来たんですかね、僕のところにね。で、何回かメールのやり取りしました。僕 僕はととにかく大,大好きだだったんだとで今僕はフランスにいるんだっていう話はちょっとやり取りだけはしましたね。でそんなね伝説のアルトゥール・ベロカイさんがなんとこの最新サードアルバムに2曲ストリングスアレンジで参加してんですよだから「ハイエイタス・カイヨーテ」分かってんなとさすがだなと僕は思いましたね。はいうちのね1曲 ゲットさんっていう曲は一番わかりやすい感じの曲だと思います。で、つけつけつけけけけけけ、で、つけつけつけけけけけけみたいな、うん、割とわかりやすいファンクやソウルのギターのカッティングの感じ、アレンジだったりとか、うん、すごくかっこいい曲です。まあ、そんなわけで、とにもかくにも、 演奏や音の技術やレベルの高さだけでなく独特のビジュアル、まあ、情報量の多さが半端ないと。<laughs> はい、とにかくやられましたこのバンドには。はい だからまあここ45年ずっとハイエータス海洋展にはやられっぱなしだということですねまあまあ語りたいことは山ほどあったりするんですけど、まあ、この辺にしておきますいやーあっという間に年末ですちょっと年始はあの考えてることがありましてその動画をまずは上げようかなって思ってますけどわかりませんとにもかくにも今年は僕は3月からまあね YouTube で解説っていうのを始めたとまだまだね チャンネル登録者数や視聴回数なんかは少ないですけどとにかく僕は自分が見たり聞いたりしたものでいいなっていうものをたくさんの人に伝えたいなっていうのが根本にはあったりするんですね。なので様々うーんご意見おありでしょうけども来年もお付き合い願いたいと。<laughs> はい